フランシス・オクタビアス・グレンフェルは、イングランド出身のイギリス軍人。彼は敵に対する勇敢な行為によって、イギリス及び、イギリス連邦の軍人に与えられる最も好意かつ、著名な先行賞である、ビクトリア十字賞を受けた。彼は1880年9月4日に、パスコデュープレ・グレンフェルとソフィアの間に生まれた。彼は15人兄弟だった。また彼は双子で、 もう一人のリバーズデール・グレンフェルは、同じく第9ロイヤル・ランサーズに所属し、1914年9月に戦死した。母方の祖父は、ジョン・パスコ・グレンフェル提督であり、その他の親類として、叔父の陸軍司令官、フランシス・グレンフェルがいる。第21ランサーズに所属した兄のローバート・セプティマス。グレンフェル中尉は1898年のオムダーマンの戦いで、 騎兵突撃中に戦死した。他の三人の兄弟、セシル・グレンフェル、ハード・マクスウェル・グレンフェル、アーサー・モートン・グレンフェルは皆陸軍中佐まで昇進した。いとこのクロード・ジョージ・グレンフェル中尉は、ボーア戦争の最中にスピオン・コップの戦いで戦死した。やはりいとこにあたる、詩人のジュリアン・グレンフェルはクリケットで、イートン校の代表選手を務め、1900年に、 陸軍に入隊すると、王立ライフル部隊に配属され、第二次防ア戦争を戦った。第一次世界大戦で戦死した第9、ロイヤルランサーズの死卒を検証する、カンタベリー大聖堂の回廊にある名盤名盤にある、グレンフェルの双子の兄弟の名前。第一次世界大戦の折に、以下の行動で、ビクトリア十字章を与えられたとき、彼は、イギリス陸軍の、 第9ロイヤルランサーズの隊員で33歳だった。1914年8月24日、ベルギーのオードルニーで起乗したグレンフェル隊員は連隊の一員としてドイツ軍の結束した不評部隊に対し突撃を行った。兵の存亡は激しく、グレンフェルは指揮官としてその場に残された。彼は線路の森土の陰に連隊の一部を再集結させていたが、 その最中に2発被弾して、重傷を負った。しかし負傷したにもかかわらず、王立野戦砲兵部隊、第119砲兵中隊の、アーネスト・ライト・アレクサンダー少佐から、大砲の保護を手伝うよう求められると、グレンフェルは、数人の志願者と共に、ダウの中、敵の射程外へと大砲を何本も人手で、押し出していった。1914年9月16日の、 ロンドン官報は次のように報じている。1914年8月24日、オードルニーの結束した不評部隊に向かった勇敢さについて、また同日、ドーボン近くの大砲の保護を援助した勇敢な行いについて、彼は1915年5月24日の戦闘で戦死し、フラーメルティンゲ戦没者共同墓地に葬られた。彼のビクトリア十字章は、 イングランドのダービー博物館にある第9、12ロイヤルランサーズ連帯陳列室で展示されている。グレンフェルの兄弟は9人ともポロの名手であり、その中でもフランシスとリバーズデールは最も秀でていた。フランシスのハンディキャップは8ゴールだった。彼ら双子兄弟はアメリカンオープンにラネラチームとして参加し優勝した。またハーリンガムチャンピオンカップに レオポルト・クリスチャン・ランカン・ジェニファーとヘンリー・イネスカーを加えたフリーブーターズチームとして参加し優勝した。ありがとうございます。